瀬さん、それでは本日のワードいきましょう。今日は湯浅さんですね、はい、クイズが問題の段階からわからない。みちおぱさんクイズです。え、急に半導体チップで今一番ホットな存在はみちおぱさんなんですか？企業名は何でしょうか？企業名、はい、半導体の企業名一番最もホットホットな企業名は難しいな。むずいよね。あ、むずいとおっしゃいました。ああ、惜しい。え、NVIDIA です。 NVIDIA 全然惜しくもないし、あの NVIDIA といえば全部が分かんないです。本日のお詫びを申し上げます。国際弁護士の湯浅隆です、お二人に大変な迷惑をおかけしました。私クイズを、まあ、お出ししたんですけれども、はいはい、太田さんが言ったように何をクイズにしているのか湯浅わからないように喋ってしまいました。すいません、湯浅の責任です。反省してないでしょ。反省してください。すいません、反省しました何にも分かんなかったもん。湯浅弱さですじゃないもん。もそれでごまかせばいいんじゃないの。もっと分かりやすくお願いします。はい、分かります。本日の白黒が最高でした。最高でした。超最高です。ありがとう。ちょっとね、巻き目でだったから、はい、そうです。ちょっとね、あの慌てちゃいましたよね。慌てちゃいましたけど、湯浅もともと巻き巻きです。ありがとうございます。ありがとうございます。巻き巻き湯浅です。巻き巻き湯浅。ありがとうございます。私たち全然喋ってないですもんね、今日ね。そうですね、今日ちょっとカットで喋るとこなかったから。でもそう、半導体のすごいお詳しいんだと思う。ね、知らなかった。大学時代のエピソードとか。東大で、あの史上最大の、あの最高の、最も複雑にしてオリジナリティのある AI プログラムを作ったのは湯浅なので、法学部に行かないで、あの数学の大学院に明日から来いと教授に言われた湯浅です。前置きがめっちゃ長かった、はい、ありがとうございます。聞いたものの振っていただいてありがとうございます。振っていただいてありがとうございます。本当に行ったんですか？あ、行ったんですよ。行ったは行った。行ったんだけど、みんなあのめちゃめちゃハンサム揃いだったんで、大学院が湯浅にしてはちょっとというふうに多少ビビりました。そこですか？そこですね。あ、そうなんだ、はい、ハンサムかどうかね。みんな180センチ以上でハンサム。それで賢くて、ま、賢くてすごい、まあ、だけどアメリカじゃブイブイ言わせました。本当かよ。トランプの対談の件ありましたけど、スタジオではあまり話しきれてない、はい、うんうん、はい、あのトランプは、あの真面目な話しましょうか。しない方がいいですか？しない方がいいですか？はい、あのしてもいいですか？トランプの、あの今やってる裁判は、あの多少無理筋なので、うん、大きな意味では冤罪と言っていい。なぜならば選挙不正だから重罪だって言ってるんですが、その選挙不正の根拠条文がニューヨーク州法には一つもないし、それからニューヨーク州の判例法にも一つもない。だから大きな意味では冤罪なので、つまりアフリカ系やなんかのアメリカ人のマイノリティの方々は、俺たちも散々冤罪になってきたと、トランプも同じだっていうんで、逆にトランプ票が増えちゃってるという状況が背後にあります。あ、そういうことね。でもそう、裁判とかやってるって時点でちょっと信頼的にどうなのかなと思うんですけど、はい、それでも当選するんですか？まあ、なぜかっていうと、まあ、確か浮気はしてたが、うん、まあ、ホワイトハウスで浮気をしたビル・クリントン、はい、なんかに比べれば浮気の度合いが少ないっていうのは、まあ、他にもっとすごい猛者が過去の、まあ、特に民主党だけど大統領に多いので、はい、それとの関係でいうと、まあ、必ずしもそれだけではダメージにならない。そうなんですね、はい、基準がすごいですね、日本と全然違う。そういうことですね。すごいちゃんとやっぱ真面目な喋れるんですね。私でも信じられないくらい真面目に喋ってしまう。勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後です。こちらのオーディオ対談、太田さんに一言お願いします。太田さん、お言葉の通りで湯浅、すいません。すいません。